吉田さん、お客様のお願いいたします。先ほど吉田さん、お客様のお願いいたします。
の出島オフィス用の部屋です。ダイハツパンダは微笑に向かいペロペロと犬のように口ではなくジュージューと口の方です。大人のパンダですと長い時2、3分ほど水を飲むということもありますので、皆様がもしかすると思っているよりたくさんの水を飲むんです最近は何でも興味があるようで、落ち葉であったり芝をかじったりすることがとっても気に入っているようです。下には芝生がたくさん、芝があったり落ち葉があるので、どうやらなかなか上へと上がってきてくれません。少しずつ左側のはしごへと近づいてまいりましたが、あまりにも上がってこないようでしたら、お母さんの良浜ちょっと起こしまして、お母さんの良浜をバックヤードへと戻した後、スタッフが上に上げようと思いますが、もうしばらくちょっと見にくい位置ではありますが、どうぞ皆様ご理解のほどお願いいたします。はしごのところへとやってまいりました。どうやらこのまま上へと上がってくれるんでしょうか。さあ、無事に彩浜上の運動場へとやってまいりました。どうぞ引き続き皆様親子の姿ご覧ください。お昼寝をしようとしていたお母さんの良浜ですが、彩浜が一緒に遊ぼうよと今邪魔をどうやらしているようです。ジャイアントパンダ、大人のパンダも一日の大半は眠って過ごしております。約半分は食べて過ごし、そして残りの半分は寝て過ごします。赤ちゃんの彩浜もたくさんのお昼寝をして、そしてたくさん遊びます。午前中は1時間ほどお昼寝をしまして、今どうやら元気になって遊び回っている姿、皆様にご覧いただいております。とっても好奇心旺盛でやんちゃ盛りの彩浜の姿、本日午後3時まで親子の姿ご覧いただけます。
お昼寝をしたいところなんですが、サイヒンが一緒に遊ぼうよとただいまじゃれ合っているところを皆様にご覧いただいております。サイヒンは朝1時間ほどお昼寝をしたので、どうやら元気が有り余っているようです。しかしお母さんのラウヒンはずっと朝から起きてたくさんの竹を食べましたので、お昼寝をしたいところではありますが、今一緒にじゃれている姿皆様にご覧いただいております。このように2頭並ぶと体の大きさの違いがとってもわかるのではないでしょうか。お母さんのラウヒン110キロ近くありまして、サイヒンは現在15キロを超えたところです。1歳の誕生日を迎える頃には体重も30キロ近くまで成長いたしますので、今しかご覧いただけないこの親子の姿、本日午後3時までご覧いただけますが、親子の様子によっては屋内運動場へと移動することもございますので、どうぞ皆様あらかじめご了承ください。
前列のお客様は時折後ろのお客様と交代のご協力をお願いいたします。順番に皆様が一番前でご覧いただけますように、一番前のお客様はどうぞ後ろのお客様と交代のご協力お願いいたします。皆様が順番に前でご覧いただけますようにご協力ください。新しい竹を投げ入れてあります。それに気づいた際にどうやらスタッフの方に走り寄ってしまいました。
交代をしながらご覧いただきますようにご協力をお願いいたします。どうぞ皆様が順番に一番前でご覧いただきますようにご協力ください。見たかったね。
ったのかな、Thank you.
食べることが
Thank you.
ってます。元気な様子を届けるかと思います。勢いよく滑り台から
でも体が柔らかいですので、怪我をすることはなく、すぐにまた飛び始めております。今ユイキの口の中には少しずつ大人の歯が生え始めております。柔らかいタケノコなどを離乳食として食べ始めております。1歳のお誕生日を迎える頃には大人と同じようにタケが食べれるようになってまいります。どうぞ皆様この後もユイキの成長をぜひ温かく見守っていってください。ユイキとても楽しそうに遊んでありますが、質問タイムとさせていただきます。何かパンダやユイキについて聞きたいことがある お客様、絵の後ろの姿を伺いに行きますので、大きく手を挙げてお願いいたします。また後でもお願いしますので、大きく手を挙げてお知らせください。赤ちゃんユイキに大人のパンダについてでも、答えることでも結構です。大体生後1年くらいしますと、酒が飲めれるようになってまいります。それまでは、お父さんのミルクと一緒に、酒も飲めるようにしまして、完全に離乳するのは、1歳から1歳半くらいの間で、離乳して、酒飲みの餌となっていきます。とてもありがとうございます。で生まれたパンダの中では一番大きく生まれたんですが、競争相手もおりませんので、主人のペースでのんびりと成長していっております。ちょっと小さいですが、他のパンダと同じような成長のグラフが辿っておりますので、一応順調に成長していっております。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。最後にもう一つ質問ありましたらお伺いいたします。こちらにお知らせください。はい、こちらのお父さんでお願いします。はい、質問いただきました。の体重は大きくなっていきます。また時間でしたらこちらをもちまして、ユイヒンのレクチャータイムを終了いたします。この後ユイヒンは屋内の運動場の方へと移動を行います。屋内の運動場でお母さんパンダラウンと一緒に過ごす時間となります。ぜひ皆様親子で楽しく遊ぶ様子もご覧ください。それではこちらをもちまして、ユイヒンのレクチャータイム終了いたします。短い時間でしたが、お母さんのお酒を食べることができます。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah,
出しちゃった。まあ、これが赤ちゃんパンダ。Yeah.
おてんばな性格でして
なかなか私たちスタッフの言うことを聞いてくれないこともたくさんあるんですけれども、もうとにかく元気いっぱいですので、そんな可愛らしい元気な姿、今日もたくさんのお客様にご覧いただければと思います。はい、私の後を私の後をついてきてくれているのが妹の桃浜です。桃浜、どうやら今朝はお腹が空いているようで、早くミルクちょうだいよと、この後のミルクを心待ちにしている状態です。残念ながらまだ私持っておりませんので、もうちょっと待ってくださいね。そして運動場端の方で何やら探検をしておりますのが、お姉さんの桜浜です。桜浜、非常にマイペースな性格でして、またやられてる、妹以上に手がかかります。はい、次も恋しているところもありますので、今もちょっと抱き上げることができましたが、ただ2頭とも非常に体重があります。今朝の体重はすでにあちらのボートに掲げられてますけれども、もう26キロに迫るところでして、かなり重たくなりました。小さい頃は私たちスタッフよく抱っこして皆様の前に連れてきたりなどしましたが、今はとても抱き上げることが難しいですので、こうして子どもたちには自分で元気に歩いてもらっています。はい、そのようです。はい、それではこちらの涼しい木陰でミルクを与えようかと思います。この成分に近づけて作られたものでして、粉ミルクをお湯で溶いております。このミルク、今日2頭にこうして用意してますが、量が全く違います。本当の頭皮ご覧の通り非常にお腹が空いてますし、用意されている量もかなり多いです、はい、もう待ちわびてますので、早速お肉に渡せようかと思いますが、まずはちょっと私から一旦離れてもらいましょう。はい、それでは早速皆さんの前でまず姿をご覧いただこうかと思います。あっという間に飲み干してしまうかと思いますので、どうぞ皆様ご覧ください。はい、桜浜と桃浜、なぜ用意した量が違うのかと言いますと、実はこのミルク、そもそもお母さんパンダからもらう母乳で体内のほうを補う役割なんです。今朝早い時間にお母さんから母乳をもらった桜浜、今お腹はそほど空いておりません。母乳で足りなかった分をまして哺乳瓶で少し与えました。この人工のパンダミルクを少し多めに用意したというところなんです。そしてミルクの後にはヒントが最近よく食べますこちらのリンゴ、リンゴも与えます。練習を重ねました。お母さんパンダの良浜、今回で4回目の出産子育てなんですけれども、過去に3回双子を産み、そして育てております。
その経験がありますので、私たちスタッフ、良浜の子育て能力、母性本能を信じまして、練習をしました。すると、子どもたちの成長に従って、子どもたちが成長するに従って、お母さんの子育てにも余裕が出てきたのか、落ち着いて子ども2頭を同時に面倒を見られるようになったんです。今ではこの広い外の運動場に親子3頭で、開放してもしっかり落ち着いて、過ごせるようになっております。で今月初めからこの外の運動場に親子3頭で、出られるようになりまして、この後も実はお母さん方ここにやってきます。親子3頭になったところも大変微笑ましいですので、ぜひゆっくり。さて、他に何か、知りたいこと、気になることはございませんでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、実は、この桜浜桃浜、お母さんからの卒業、さほど遠くありません。野生のパンダたちも、1歳から1歳半、長くて、2歳ぐらいまで一緒に過ごすようですが、私たちスタッフ、良浜の体調や、疲れなども考慮しまして、親子の離れる時期を決めます。もしかすると、2頭1歳になる前に親子離れ離れになる時が来るかもしれません。本来は1頭しか育てられない、ジャイアントパンダのお母さんですが、良浜には頑張って2頭の面倒をしっかり見てもらいました。十分頑張りましたので、少し早めに、子供から離れ体を休めてほしいなという気持ちもあります。また同時に2頭の成長非常に順調でして、これまでのお兄さんお姉さんたちよりも速いスピードで大きくなっているぐらいです。この2頭の成長を見ていても、そろそろお母さんから話してもなんとかやっていけるかな、そんな期待もありますので、まだ正式にいつ親子が離れるか決まっておりませんが、年内にはお別れの。
Thank you.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 